月間テーマ。1月ブレインフード、2月ウォーミングフード、3月抵抗力アップ、4月脱鼻むず、5月リラックスとリフレッシュ、6月めぐる、7月クールダウン、8月ミネラル補給、9月休養には栄養を、10月エイジングケア、11月腸内フローラ、12月肌ケア。食べ物の力を知る、これこそ薬膳。食べることで病気を予防し、体調を管理して健康になりましょう。ノードクターノーメディシン、究極の世界観。7月クールダウン。7月の月間テーマ、クールダウン。旬の野菜で猛暑を乗り切る。ビタミン B 群と C を摂取して体のほてりを取る。ビタミン B1 プラスアリシン、糖質や脂肪がエネルギーになるときに潤滑油になる。豚肉、うなぎ、一緒に食べるとビタミン B1 の吸収率アップ。ニンニク、ニラ。ビタミン C、 ストレスが続くと大量消費され足りなくなる。じゃがいも、オクラ、レモン。精熱人員、良性の食材から水分の多いものを取る。大根、小松菜、そば。養心安神、心を強める赤い食材、トマト、パプリカ、タコ。食べ物以外の夏バテ防止対策をまずご説明します。1、体力不足防止として。1、睡眠を十分とる。2、入浴、疲れが取れる。3、軽い運動をして体力をつける。4、日中屋外では紫外線対策をする。つばのある帽子、日焼け止め、日傘、サングラスなど。2、脱水症状防止として。汗で水分とミネラルが失われるので、5、こまめに水分とミネラルを補給する。熱中症については8月を参照してください。3、栄養不足防止として。体力を消耗し食欲がなくなります。6、食欲がないときは量より質を心がける。これからご説明します。4、自律神経失調防止として。季節の変わり目、猛暑、クーラーの効きすぎ、寒暖差の激しいところを行き来することで調節できなくなる。症状としては疲労感、食欲不振、下痢、便秘、睡眠不足、頭痛など。7、冷たい飲み物の摂りすぎや体の冷えに注意する。8、就寝1時間前にぬるま湯39から40度に10分浸かると、交感神経よりも副交感神経を優位にし寝つきが良くなります。自律神経を整えて猛暑を乗り切る。次に暑い夏を乗り切るため、夏バテ防止策の食べ物について説明していきます。
体にこもった熱を冷やしていく食べ物をご説明します。ビタミン B1、 糖質や脂肪が体のエネルギーになるときに潤滑油になる。自律神経など神経の働きを正常に保つ。大豆、ごま、玄米、強化米、麦、海苔、胚芽米、栗、ほうれん草。豚肉、牛乳、レバー、うなぎ、カレー。ビタミン B1 の吸収力。アリシンを含む食品と一緒に食べると吸収力がアップする。ニンニク、ニラ、ネギ、玉ねぎ。ビタミン C、 抗酸化作用。副腎皮質ホルモン、高ストレスの原料で、不足するとストレスが解消できない。ビタミン C はストレスが続くと大量消費され、1日数回に分けて摂取する。みかん、いちご、ブロッコリー、ほうれん草、菜の花、キャベツ、ピーマン、芋類、豆類、緑茶、ニンニク、ニラ、ネギ、玉ねぎ。クエン酸、疲労回復、筋肉疲労で蓄積した乳酸を排出。レモン、グレープフルーツ、オレンジ、梅干し。ムチン、粘膜を保護、肝機能と腎機能アップ、抗ウイルス、疲労回復。納豆、山芋、長芋、里芋、オクラ、なめこ、モロヘイヤ、レンコン。次は東洋医学、中医学の観点から見ていきます。東洋医学と西洋医学の違い。西洋医学は各独立した機関から人体は成立していると捉えるのに対し、東洋医学、中医学は全身が関連する一つの有機体として捉えています。五臓六腑の捉え方が、西洋医学はそれぞれの機能が単独で存在していると捉え、東洋医学は気、血、心液を結びつけ機能していると捉えることが、人体を構成する最も重要な基本的要素として考えています。生態観、すべては揃ってつながり調和して生態と言います。また人体は外界の自然界の一部で、自然界とも密接につながっています。人間の体は季節と気候、昼夜の変化、標高や高温多湿からの影響を受け、自然や宇宙とつながって成り立っています。その人間の五臓六腑も各々の臓器と密接につながり、さらに連携をして成り立っています。つまり体の外と内の2つの調和が取れていることが重要だとの考え方です。生態観、宇宙、自然界、人体、木、火、土、金、水、肝、心、脾、肺、腎、春、夏、腸化、秋、
子、秋分、冬至、幼虫の幼、幼の極点、陰が生まれる。幼虫の陰、陰虫の陰、陰の極点、陽が生まれる。陰虫の陽、人体各部が互いに協調し合い、影響し合ってバランスをとっている。陰陽学説。物事は陰陽の二つの相反する面を持ち、対立しながら依存し合い、絶えず変化しています。陰陽は相対的に決まるもので、陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じます。陽は激しく動くもの、外に向かうもの、上昇するもの、暖かいもの、明るいもの。体表、四肢外側、六腑、袋で中身がない、気、形がない。陰は静止しているもの、内にあるもの、加工するもの、冷たいもの、暗いもの、体内、四肢内側、五臓、実質臓器、血、心液、液体で形がある。陰陽のバランスの崩れる原因には邪気があり、免疫力や抵抗力を正気と言い、そのバランスの上に成り立っています。つまり、邪気が強く、正気が弱いと病気になります。日光が当たる背中は陽、日光が当たらない胸、腹は陰。五行学説。古代中国で生まれた世界観で、自然哲学です。万物は木火土金水という物質からなっているという考え方です。木は極直という樹木が曲がったり、まっすぐになったりして、上へ成長する性質、成長、昇発、上達、肝の働き。火は炎上という温熱、上昇、向上などの作用や性質。土は火食という土に種をまき、収穫する、生み出す、樹のう、物を乗せる。金は重格という変革を意味し、清潔、修練、祝殺、秋に木の葉を散らすこと。水は純下という水が下へ流れること、官僚、自順、公家。五行。木、火、土、金、水。創生の関係。木は火を生じ、火は灰となって土を生じ、土の中から金属を生じ、金属の表面に水を生じ、水は木を育てる。創生。火は火を生ずる。火は灰となって土を生ずる。土から金を生ずる。金属は水を生ずる。水は木を育てる。相克の関係。木は土に勝ち、栄養を取り、土は水に勝ち、せき止め、水は火に勝ち、消し、火は金に勝ち、溶かし、金は木に勝つ、割る。相克。木は土から栄養を取る。土は水をせき止める。水は火を消す。火は金を溶かす。金は木を割る。体質を知り、陰陽五行に学ぶ。気、血、水、心液の不足と滞りで体に支障が起きる。体を構成する基本要素。気、血、水、心液。気、陽、生命活動の根幹をなすエネルギー。
血、陰、血液、心液、陰、血液以外の体液。人体を構成、生存を維持する基本要素。中医学の人体認識。1、気、血、心液。2、臓腑。3、経絡からできている。五臓。心、肺、脾、腎、肝。飲食物から気、血、心液を作る。胆、三焦、胃、小腸、大腸、膀胱。飲食物を消化し吸収し排泄する。右の図で気、血、心液の流れを順を追って説明します。水国の精、心液の流れ、全身を潤す大気。精気、気の流れ。臓器、栄気、液。脈管外をめぐる血の流れ。全身をめぐる先天の性、父母から受け継いだ気。元気、各臓腑、経絡へめぐる。以上を踏まえ、ここからは消化機能を高め、体にこもった熱を除く食材を具体的に説明していきます。用意健脾、消化機能を高める。胃腸を大事に。1、冷飲食、辛いもの、刺激物、揚げ物を控える。2、腹8分目。1年で最も暑く、雨の多い夏は、万物が成長し、生命活動が活発になります。人間も拍動や発汗量も増え、心も活発になり、心の機能に負担がかかります。夏の終わりまでに疲れをためないように、エネルギーを食べ物から体に変換する胃腸。脾を大切にして過ごすようにします。健脾、脾の働きを正常にする。食欲不振、疲労倦怠、体力気力低下を改善。脾、消化器系のこと。きび、玄米、大豆、その他豆類、芋類、蓮の実。枝豆、オクラ、かぼちゃ、小松菜、チンゲン菜、人参、ニンニク、白菜、ブロッコリー。アボカド、干し柿、さくらんぼ、りんご、アジ、イワシ、タイ、ヒラメ、牛肉、卵黄。養心安神、心を強める赤い食材、トマト、ナツメ、人参、パプリカ、カツオ、タコ。体のほてりを取る、体内の熱を冷ますもの、汗の出を抑えたり、疲労
回復に効果のある酢を効かせたもの。集中作用。夏野菜、果物、瓜類と梅、酢、レモンなど酸味のもの。精熱人員。良性の食材から水分の多いものを取る。大根、くず、白菜、小松菜、チンゲン菜、セロリ、ほうれん草、きゅうり、ピーマン、黒きくらげ、栗、小麦、大麦、そば、緑豆、びわ、りんご、鴨肉、馬肉。平成の食材、さつまいも、じゃがいも、山芋、里芋、こんにゃく芋、キャベツ、白きくらげ、米、とうもろこし、大豆、あずき、そら豆、えんどう豆、いんげん豆、ごま、すもも、梅、いちじく、ぶどう。海の食材、にがうり、らっきょう、ししとう、ピーマン、緑茶。